なんだろうね、なんかグラセンの駅の中なんだけど電波入るんだよねなんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、駅の中なんだけど電波が入るんですよなんかよくわかんないんだけど電波入るんだ。しかもあったかいし、ここ、グラセンの駅中電波入る、何が起きたんだ、なんだろう、知らなかった。ちょっとどこまで電波届くかわかんないけど行ってみようか。なんだろうね、なんで電波入るんだろう、なんで電波入るのこれ。まあありがたいわ、なんかすごい、しかもなんか電波状況すごくいいんですけど、なんでだ、さあなんでだ。あ、かっこいい、何これ、くるくるって走ってる、わあ、なんかすごい、でも怖い目で見られた。電波入る、エスカレーター、踊ってる人ね、うん、これアムトラックか、わかった、あの多分アムトラックだな、新種電波だよ、本当不思議、不思議な出会いだねこれ。あ、でも多分ね、ここのロビーだけだね電波入るの。見れる？見れてる？見れてるよね。TL 上げてくれてるもんね、みんな。いらっしゃい。あの、なんだろう。まあ、時計があるよ、時計が。あれ？なんか時間変じゃない？ 1 時34分。あ、合ってるね、合ってるね。見れてる？ありがとう。あ、これなんか、この時計かっこいいね。バッチリ、ありがとう。なんだこれ。まあ電波入るのはいいことだ。うん、入るのはいいことだ。しかもこう歩きながらできるキャスト最高、最高、うん。でかいでしょここの駅。これグランドセントラル駅。インフォメーション。じゃ見えないね、どうせ。これもう見えないね。うん。そうそう。でまあ。普段はここで、まあ、どっか遠く行く人、ここは切符買う ね。2時35分、お昼だね。これでも多分、僕はいつも乗る電車の方に行くと電波切れない。うん、有名な駅だよ。42丁目のグランドセントラルっていう、まあ一番大きいビルだね。ここの上、メットライフっていう看板のついてるビルがあるんだけど、そこはもともとパンナムのビルだね。パンナムエアーの。あ、わかった。こいつだ。こいつのおかげで電波入るんだ。わかった。ここが発信源だ、電波。ちょっと眩しすぎてピント合わないかな。どうやったら合うのかな。これね、どうやったらここ見れるようになるかな。ほら、こうやったら見えるね。こうやったらなんとなく見える。ほら。不思議にこうやると見えるね。リンゴのマークが見えるでしょ。アップルストアがあるわここにアップルストアだ、これアップルストアのおかげで電波入るんだね。ってことはこのレキシントンアベニュー方面行ったら電波切れる。これ上、このレキシントンアベニューってアベニュー、そうそう、アップルのおかげで入るんだな。すごいね、グランドセントラルのこんな場所にアップルストアがあるの知らなかった。静かだよね駅。あそこはリンゴストア。この階段があって、今はまあゲート閉めてあるけど、おしゃれだね。いいとこに作ったね。中どんななってるのか見たいけど、まあ行けない感じだね。こうガラガラだよね。スケボーやったら楽しそうだね、ここ。気持ちよさそうだね、スケボーとか。気持ちよさそうだな。
まっちゃうよね、多分警察いっぱいいるしね。へえ。で僕はあそこ、さっきあそこの階段から降りてきたんだけど、あそこの階段登ってドア開けて外出ると、まあ道路があって、その道路まっすぐ行って1ブロックでさっきの場所、まあこのまんま多分電波切れると思うけど、いつも乗る 7番線の方に行くわね。これ100 to 110、これあれだね、多分アムトラック。寒くないね、今度からここでやろうかな。でもここでさ、いつものテンションでキャスやってたらかなりやばいよね。静かだしさ、なんかあのね、あ、なんか座ってるお姉ちゃんがいるね。意外にこれね、天井に星座が書いてある、星座みたいなやつがね。まあ行こうかな。じゃあこれね、こんな感じで適当な配信しちゃって、あそこにもリンゴの入り口、いやあそこリンゴの正面か、ね、こう荷物運ぶ車とか走ってる、あそこはリンゴの入り口なんだけど、こう見えないかな、ザーやっても見えないかな、しょしょしょ、こう隙間を小さくしたら見えるか、見えないね、あんまちゃんと見えなかったね。まあこれはレキシントンアベニューホーム、あ、またさっきの車だ、さっきのこれだ。まあそこはリンゴ屋さんだから、これこっち行ったらもうリンゴの電波は届かないと思うんで、切れると思うけど、自然消滅で行きますわ。